はい、じゃあ次行きましょう。はい、というわけで今回はスマートブレインのご紹介です。はい、はい、このスマートブレイン、ごめんスマートブレインというのはですね、この e ラーニングのですね仕組み、それから生中継の仕組みのベースにもなっている仕組みなんですね。そうなんです、ね、我々基盤インターナショナルが開発した e ラーニングの仕組みなんですけども、6つセールスポイントがあるので、ちょっとこれ、はい、まずこれをご紹介したいと思います。じゃあちょっとカメラお願いします。はい、カメラに切り替えて、ギャーチャンス、今開いてたのにひっくり返した時にナウローディングになってしまったという、なかなか俺泣きそうみたいな状態が今。いや、スマートブレインというのは、はい、言ってみれば、ログインをすることによって、その見せたい教材であるとかチャンネルを見せることができる仕組みになっていて、例えば、あらかじめユーザーを登録しておくこともできますし、新規にユーザーを募集して追加していくこともできるという仕組みです。そうですね。で、e ラーニングのシステムだったので、誰がどれぐらい見たのかであるとか、あるいはコンテンツを販売する機能というのも持っていますので、非常に使いやすい。で、特にこの、スマートブレインの特徴としては、モバイル、例えば iPad、iPhone、Google フォン、こういったものに対応していますし、スマートフォンと言われるものに対応しています。6つセールスポイントがあるんですけど、はい、それを詳しくは後で。で、今日はですね、このスマートブレインの開発の責任者である、開発、あ、ちょっとパソコン切り替えてみますか、はいはい、この西村陽一郎さんも実はこちらにお招きしておりますので、特別に、はい、インタビュー聞いてみたいと思います。じゃあ西村さんはどうぞ。はい、どうぞ。わざわざ気晴らしに出演していただいてありがとうございます。ちょっとカメラも映してもらえますか。今 PC になってるよ。スイッチ王さんじゃない、ボーイの人、スイッチをスイッチしてね。スイッチしてやっぱ今日はちょっと慣れないですね。そうですね、王さんだったらね、本当はパッとこう維新伝心なんだけど、ね、あ、いいね、はいはい、ちょっとカーテンがあるから。はい、ということでちょっとじゃあ、はい、インタビューをお願いします。はい、じゃあまずですね、簡単に自己紹介をしていただきたいなと思うんですけど、はい、はい、ゆうちょさん、どんな方でしたっけ、ゆうちょさん。もう最近ずっと北海道の函館にいまして、はい、こんな南の国まで来ちゃうと暑くて困っちゃいますよ。体温調整がね、もうやばいです、はい、もう東京より暑いんじゃないですか、ここは。東京より暑いかもしれませんね。慶応大学の大学院で、修士号、修士、ソフトウェア関係で修士まで頑張りました。なるほど、素晴らしいですね。基盤に入りまして、もう3年になります。で、そのままスマートブレインを開発していただいた形ですね。はい、今回は、ちょっと時間も短いので、スマートブレインを開発してもらった時の、はい、苦労話とか、ここがすごいんだっていう話をお伺いしたいな、はいはいはい。こんな感じですね。どんなコンセプト、これまでの LMS との違いはなどっていうことをお伺いしていきたいんですが、まずね、特に僕が興味あるのは、はい、スマートブレインってこう iPhone とか iPad とかみたいな、はい、そういうモバイル端末に特化してるっていうか、はい、西村社長からも聞いたんですけど、はい、まずモバイル端末でありき、モバイル端末で動かす、タッチデバイスで動かすことを前提に開発されたって聞いてるんですけど、はい、そうするとやっぱり今までにないメディアというかデバイスじゃないですか。なのでいろいろな苦労があったのかなと思うんですけど、はい、なるほど、はい、その辺お伺いしたいな。あ、カメラ、はい、じゃあこういうタッチデバイスって基本的に指で操作しますよね。そうですね、こんな指ですね。なので、ボタンのサイズが十分に大きくないと操作がしづらかったりとか、なるほど、あと近くにボタンがいっぱい並んでるとすごく操作しにくいというのがありまして、うんうん、指で操作するときに違和感のない画面デザインというのを気をつけて作っております。指で操作しても違和感のないデザイン、なるほど、ね、でも残念ながらパンダの指ではちょっと操作しづらいというふうな意見をいただいているのですが、人間の指ではちゃんと操作できる、はい、ボタンの大きさになっている。パンダの指で一回試作してみたんですけど、画面の中に10文字ぐらいしか入らなくなりましてやめました。やったんだ。こんな感じで、もう指でちょっと手かっちゃう、ちょっと手かっちゃう。指でやっても十分ですね。これ見えますね。指で触れる。僕じゃあ触る操作しないで、こうやって。いいよ。こんな感じで。すごい、指で十分触れるっていうところ、ここにまず苦労したと。株式会社キバインターナショナル製品ラインナップ。
うん、なるほど。テスト作成ソフト、クイズクリエイター。その他何かこう苦労した点とかってありますか？ここからはみんなに使っていただくためにどうやれば導入しやすいか、うんうんうん、っていうのを考えますと値段安くするしかないんですよ、ね、うんうん、はい、となりますとあのセットアップを自動化してあげたりとか、まず運営側の手間を省かないといけない、はい、運営側の手間は省く、うん、実に前の LMS の場合はセットアップが技術者が大体まあ、半日は、そうですね、大体1日作業でやってましたから、うん、そういう意味でも自動でセットアップできたようになったというのは大きいですね、うん、その辺自動セットアップって簡単にできるものなんですか、はい、まあ、最初から設計してあったからこそできたというところがあると思います、うん、最初に設計に入れたということですね、はい、なるほどなるほどなるほど。あとその他その今回スマートブレインってすごく高速になってると思うんですね、はい、実際ちょっと内部的なお話をするとこのスマートブレインのサーバーっていうのは、もうすでに会社数でいうと600社だし、はい、ユーザー数も多分万単位でいるけど、はい、実はサーバー1台で動いてるんです、はい、でもそこはすごいことだと思うんですけど、はい、そのあたり開発の苦労とかって何かあります？まずサーバーとしまして、はい、一般的なランプ構成、Linux と、はいはい、Apache と MySQL と PHP というので動くようにしました。うん、なので、ネットワーク技術者が最適化しやすい、うん、というところがあります。うん、ますね、うん、レンタルサーバーや、開外のホスティングサービスなどでも利用できます。選択肢がすごく広がるから、はい、だからそういうものだとやっぱり値段の叩き合いになるから、結果的に安いサーバー、足回りを探すことができます、ね。そうですね。はい、なるほど、なるほど。あとは、なんだろう、プログラム上、ここを置く中波の音はちょっと小さいので、ちょっとカーテンを閉めますね。はい。波の音がうるさいので。逆逆。波の音がちょっとね、うるさいので、今カーテン閉めます。ああ、なるほど。で、質問何でしたっけ？